はい、皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。本日1月14日ですね。僕はいることになってるいることになってるよ、今から紹介しようと思った今日1月14日にボスとちょっと映画を見てまいりました、はい、このハウスオブグッチ、はい、はい、まあ、せっかくね、うん、グッチネタの映画ということで見に行こうかということで、たまたまちょっと撮影日と被ったんで、ちょっと撮影の合間を縫って今ちょうど見てきたところなんですけど、自身はあの全然そのグッチの歴史です、ね、そう、歴史とか成り行きって特に興味持ってなかったんで、知らないまま見に行ったんで、うん、結構ずっと見入ることができたんですけど、でボスはほらその事件のことからいろいろある程度頭に入っちゃってたじゃん。そう、僕はねこういうあの好きになったブランドでも何でもすごく興味を持ってしまうので、いろいろ調べるの好きで、うん、まあ、知ってたんですよ実際の史実というかも、うんうん、で実際リアルタイムのニュースの時とかも結構その時別にそんなにグッチにね興味がなかったんですけど、すごくインパクトに残ってた事件、うん、ニュースとしてね、ニュースだったので、うんうん、ああお金持ちって大変だなって当時はねと思ってて、ああ怖い女に引っかからない大人になろうと思ってたぐらいですけど、うん、やっぱさ今回だからその内容は別にして、うん、やっぱ衣装とか、はいはい、 そうね、そういうのがねちょっと気になるよねっていうことで見に行ってきたんですけど、やはりほら自分たちはどちらかというと未経であるじゃない、もう今となってはね、まあ着出したのも未経で引き入れるグッチだから、そうそうそう、ケリングになってからだね。だけどその前のやっぱりそのトム・フォードから、そう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 、その前のねクラシックなものから始まって、創業からのその使われてる衣装小物、まあそんなものにずっと目をやりながらこう映画見てきたから、まあ結構そういう部分は楽しめたかなって。そうだね、だからまあ その衣装を見たりとかはすごく楽しかったし、うん、まあ当時の雰囲気とかもすごく再現はされてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしても今ちょうどそのミケーレが提唱してるのがちょうどあの年代のやつなので、うんうん、やっぱりどうしても今っぽさがジャケットとかね、抜け切らないあのデザイン性が、うん、当時の自分たちの親とかが着てたような、うん、70年代のテイストとはちょっと違うよな、うん、どうしても僕らが見てもいいなと思っちゃうような感じかなっていう、うん、まあしょうがないけど ね、まあ、ね、一部ねその古いものも実際使われてたと思うんだけど、うん、まあでもほらしきりにさああいうローファーが映ってきたりとか、ね、やっぱりそのグッチを象徴するアイテムなんかがもうところどころやっぱり散りばめられてて、うん、いやその歴史とそのそうだからあの続きも今見たいよねって話をしてたんだけど、そうそうどっちかっつうとあのちゃんとなんだよブランドとして第二期を確立した後の物語、そうそうそう、ミケーレ物語よねそうそう、だからまあ自分たちがこの着るにあたってのその背景というか、うん、そうそう、今現デザイナーの、ね、背景というかをちょっと見たいななんて思いながら映画見てきたし、いやでもほら出てくるものはさ、うん、ああやって当時の車だったりとか、そうだね、割と好きなね、そうそうそう、小さい頃とかちょうど僕らの世代だとね幼少期とか、うん、まあ学生の頃のちょうど世代の映画なので、うんうん、なんかだからそのそう出てくる、だからほんと細かい部分にばっかり目が行くというか、うん、あれジャナルグルトかなとか、そう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 でもやっぱ途中でほらパテック買ってる話があったりとか、だからまあいろいろほらそういうね、いろんなブランドさんの、そうそう、ブランド、そうそう、絡みとか、そう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 、だからああこれカルティエなんだとかそうそうそう、ここでフェンディ出てくるみたいな、ね、そう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 、だから結構なんかそういう部分は楽しんでもらえると思うんで、だからあの隠しネタでいろんなブランドさん隠れてるの探すのは楽しいかもしれないです、ね、うん、あとあのほらこれ言っちゃうとネタバレになっちゃうからだけどさ、うん、あの途中である会話の一部とかそうそうそう、これディスってるわけじゃないよなみたいなあのリスペクトなのかディスってるのかはあのまあ何かとは言わないですけど日本に対してっていうのがちょっとあるんで、まあそれはちょっとまあ僕らは笑って見えたんですけど、うん、ああこういう話本当にあったんかねみたいなそうそういやいや絶対ないよこんな時代にあのキーワードが出てくるわけない、いやいや分かんないよそうそうそうなんていう話も途中に出てきたりして結構楽しめたんで、まあ時間のある方は、ね、そうやっぱり映画のあのスクリーンだからこそその細かい部分は本当に、うん、なかなか例えばあれが
携帯とかに入れても、まあ、そうだね、画面が小さいとちょっと時計の1個とかを渡すのは、スカーフ1つだったりとか、そういう部分やっぱなかなかね、そう、そうそう、だからあの、ね、主人公のパトリティアさん、うん、まああのがまあ成り上がってくじゃないですか、うんうん、まあそれは史実なので皆さんにネタバレもヘタクレもない内容なんですけど、最初のうちはね全然そのグッチのもの何も身につけてない状態から徐々にね、そういうものを身につけてったりとか、うん、最後こうなるんだみたいな流れも一連のその衣服で見てると結構面白いかな、うんうん、その時の心情とかも結構そのファッションに現れてるんで、うん、各登場人物が、でもあのスキーウェアはないよねっていう、でもほら出てくるのアルパチーノだからさ、もうさマフィアのよ、俺はいつだと銃撃戦が始まるんだろうっていう、ついついもうそういうし、しかもなビシッとスーツ着てるから余計にもうさスリーピースで、そう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 、ハマキじゃなかったけど、そうそうそう、誰か撃たれるかなっていう、マシンガンが食うところからチャカ出てくるのいつかなみたいな、なんかそんな雰囲気もありながらちょっと見てきて結構面白かった。まあ、そういう意味でのね、うん、見方としては面白かったかな。そう、ただ残念だったのはさ、うん、ちょっと早めに行って、うん、ワンチャンなんかグッズねえかなってたけど、そうそう、何にもなくて結局買ったのこの、このパンフレットだ、ね、パンフレットだけで。いや、ほら、だってこの間さ、ちょっと全然話変わるんだけど、うん、あの、なんだっけ。呪術？あ、そうそう、呪術廻戦をね、うん、見に行ったりとかするとさ、もうグッズだらけなわけよ。まあ、アニメ系は特にね。そうそうそう、分かってたけど、うん、なんかでどの映画もなんかこのぐらいのさ、うん、コインみたいなのがあるのね、そのメダルみたいなやつがあってさ、うん、その呪術ももちろんあるし、うん、他の仮面ライダーとかかなもうそういうのがあって、うん、いやそれ作ってほしかったなと思って、せめて800円か900円ぐらいだったしだから、まあね、そういうの作ってよ、売れる売れないは別としてもグッチがねちゃんとあれしてなんかノベルティみたいなの1個2個とかね、そうそう、出してくれて、あのショーケースっていうかね、うん、よくあるじゃないですか、うん、ああいうとこに入れて欲しい人には、そうなったらスーマンでも買う人いると思うんですよ、ね、それかポリエステル製でいいから、あの G 字柄のネクタイとかだって一番よく出てきたからネクタイ、やっぱみんなスーツだし、ね、そうそう、映画の中はね、そうそう、あそうね、うん、じゃそれかネクタイのプリントの T シャツとか あるじゃん、スーツのプリント、まあ、持ってんだよ、ハウスオブグッチって書いてあるのでいいかな、まあ、いやそれじゃそのままじゃ、まあそれでもいいけどそうそう、そういうのもなかったからさ、ウェア関係の小物とか、そう、ね、そうそう、で不思議と本家のじゃあグッチの方でもそういう映画に絡んだもの出してるかっていう、あないよね、だからもう完全に決別、まあグッチ家とはもう今は別ですよっていうスタンスなのかなっていうのもちょっと思ったり、だって何もアナウンスしてないじゃないですか、ああ、そうだね、普通だったらそう100周年も絡んでるし、なんかプロモーションしてメールだったりとかね、そうそう、確かに確かにないもんね、しても良さそうだけど、やっぱりグッチ家としてはお店の部分の一つだからっていうことなのかなとかちょっと思っちゃったりもして、まあいろいろだからやっぱりお金も変わらんでるし、複雑な話だもんね、うん、で今裁判やったりとかもね、現時点でまだ創業家といろいろ現の時点の経営陣との間にもあるみたいな、なるほどね、まあそういう難しさはあるよね、うん、まあそういう中で、まあよく映画になったなっていう感じもするし、昔からなんかどうもこのお話って映画化の話が出ては消え出ては消えっていう話だったので、で今回のその監督さんとレディーガガってことであればっていうので、うん、あの映画化されたみたいですね、なるほどね、まあお題行ってよかったかなって思ってる、そうですね、いろんな細かい小ネタを見に行くにはすごく、うん、そうそうそう、気づきの方としては見て面白いし、うん、まあ興味のある方ファッション好きな方だったら結構いろんなものに細かい、うん、部分ね、うん、そうそうそう、美術のものとかも結構細かくいいもので出てくる、ああいうクラシックなスタイルをこう動画で見ることってなかなかないし、うん、そうそう、だからまあまあそういう部分もいいのかなと思いました、はい、まあそんな感じですかね、あんまり話すとネタバレになっちゃうし、そうだね、うん、そう、まあ今日からなんで、そうですね、そうそうそう、14日からなんで、そうそう、終わってしまう前にぜひご覧いただけたらなと思っております、はい、ということで今日はね、このハウスオブグッチ行ってきましたっていう話でした、そうですね、ちゃんとこういうのも見てるよっていうご報告でしたはい、ということで、まあまた次回以降はね、御殿場のお話とかちょっとできればいいかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いできたらなと思います、
ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。